ということでですね、今回はですね、そのなヒロインであるさくらさくらさんに、おちゃこちゃんうららかさんの魅力を。どうして大丈夫ですか。いや、いつもこんな感じです。でもこれすごいのが、はい、ずっとこうなの。あ、そうですよね。さっき私もちょっと聞かせていただいてて、前回のやつね、前回の収録分を聞かせていただいてて、もういつも初心に帰れる、はい、子だからフレッシュな、すごい才能を持ってる。いいことですよね。うん、これはね、やめてやめて、もうやめてください。もうきっと多分オーディションとかもう多分そうなんだろうなっていう。ああ、そうですね、うん、それでやっぱりこのフレッシュさを使いたいっていう人がたくさん。絶対いると思う。いや、絶対そのままでいてほしいですよね、うん、なんか属性にまみれたりしないでほしいですよね。そう、ママそう思う、うん、大輝くんにはずっとこのままでいてほしいよ。お願いします、うん、もう一回読んでみようか。ここでですね、さくらさんが演じるうららかおちゃこさんの役どころについてご紹介していきます。大丈夫です。優しいから。はい。うららかさんはどんな人ですか。はい。ざっくりきたね。ちょっと怒ってます。